キングやっていきたいと思います。今回挑むのは一番上にありますダンジョン紅の海賊竜、こちらの地獄級に挑戦したいと思います。このダンジョンねかなりの難易度を誇っております。このダンジョンを私通り3分でクリアしたいと思います。それでは行きましょう。はい、パーティーはこんな感じです。光の列強パーティーとなっております。このパーティーでこのダンジョン3分クリア目指します。さあもうそろそろあと10秒ぐらいで、23時1分になります。23時1分になったらダンジョンスタートします。そこから3分間でクリアします。さあもうそろそろですね、1分になったらスタートですよ。来た、 OK、 いきます。さあまずこのダンジョン大事なのは、単化石ですね。あ、危ない、これはこの構成は危ないですね。このボスにたどり着くまでに、いかにターンを稼げるか、これが大事になってきます。このダンジョンちょっとこれでもいきなりやばいですね。これはやばいパターンですよ。これはやばいパターンですよ。大丈夫か、大丈夫じゃないな、これ、これ大丈夫じゃないな。いやもうもうさあリベンジ、もう一回いきたいと思います。今度はね、今度はちゃんとクリアします。今度はちゃんとクリアします。さあもうそろそろで23時2分になったらスタートします。 OK、 ゴー。さあ敵の構成が結構大事になってきます、このダンジョン。あ、これは結構いい感じですね。これはいい感じだと思います。ちょっとね、ここはマジでミスれない。ここはもうミスれないよ。これはオッケーオッケー。デーモン一体残し、これはいい形なんですよ。これいい形、これでターンを稼いで、これでターンを稼いでボスまでね、ボスまでにみんなのスキルを貯めていく、これが戦術です。これが3分クリアのコツですね。ここはちょっと危ないよ。ここはちょっと危ないけど大丈夫、俺なら大丈夫、俺なら大丈夫だよ、俺なら大丈夫だよ。自分にね言い聞かせて、強く強く自分に言い聞かせてクリアしていきましょう。これ危ないか、これ危ないか、危ない。ここでこいつを突破します。ここでこいつは突破しちゃいます。さあ OK、 これでクリア、ここでこれをクリアしていきます。 OK ですよ、ここまではいいですよ、ここまではいいですよ。さあ次は、次危ないね、これ、あ危ない、これ危ないので、これ危ないので、こいつ使って、こいつ使っての、OK、 これで、あ、でもちょっと光消しすぎたか、これやばいな、次やばい、これ次やばいやつですね、これ次やばいから敵の構成に気をつけたい。何が来るか、何が来るか、何が来るか、あー危ない、これ危ない、これ危ないので、これはかなり危ないですね。これ危ないので、これ使っちゃいます。仕方ない、これは仕方ない、苦渋の選択ですね、苦渋の選択。ただここでこいつらを突破していけば結構次が楽になる。いやでも次光ないな、次光ないから、ここもうちょっとダメか、次の構成によりますね、これ大丈夫か。いやこれはやばい。あでもこいつを使ってこれでなんか突破してくんねえか。よし、いいねいいねいいね、いい感じいい感じ、これはいい感じですよ、これはいい感じです。さあここで次のパイレーツの攻撃を耐えればまだワンチャンあるよ、ワンチャンあるよ、大丈夫。よしよしよし、いい感じいい感じ。待てこいつの、ターン数、あー5ターンあんのか、無理くせえ無理くさい、ちょっとこれ無理だったか、俺には無謀な挑戦だったのか。だがちょっとね、諦めちゃいけない、諦めちゃいけないよ。あでもちょっと待ってくれ、これはやばい、これはやばい、これはちょっと待てよ、考えろ、俺、待て、光が、これは水を消さないでいった方がいいんだ、水を消さないで、こいつで光に変化させて、これで、さあどうだ、いけるか、さあどうだ、行ってくれ、ダメ、ダメか。無理だ、これは無理だ。本来の予定はラファエルのねスキルを貯めて、そこで最後バルで、光花火を作って、ワンターン切る、それが目標だったんですが、ちょっとね無理ですねこれこれはちょっと3分ではちょっと無理だということが判明しました。どうしましょうこの感じまあ次ね、次また三福クッキングやるときはクリアします。許してにゃんということで、ももち降臨という形で終わりにしたいと思います。ご視聴いただきましてありがとうございました。次回の三福クッキングもご期待ください。それでは皆さん、さようなら、バイバイ。